クリク50キロ、救急に切りつぶっちゃうぞ。ホロラー美容器戦、4期戦、かなたんことあまねかなたでーす。みんな久しぶりマジで久しぶり。僕ちょっと今日さ、あれだから 3D じゃなくて手が触れないから、このちょっと自分のおっぱいバルンバルン丸出し衣装の時は高3です。できるんで、どうもええじゃねえから、ちょっと見せないぞ。あんなこと言ったらいいんすか、いいんですか。見たいだろ、見たいんだろお前たち。すいませんでした。まあ、まあいい。素直に言えるやん、君たち。謝れるやん。せめてこっち向け、ちょっと、やってくるか。何人かちょっと消さなきゃいけないやつもいるようだぜ。いや、なんかさ、この一週間何だったのかというと、ちょっとマジでね、たまりにたまったタスクやってました。本当に。そうだよ、リアリストだよ。僕ちゃんと生き物の最後を見届けるから、生き物を飼うときに自分が生きてる間に見届けられる、 お迎えできるか考える。亀がさ100年だっけ、鶴が1000年、亀は万年だ、亀は万年で、おっぱいは永遠。鶴は千年、亀は万年、おっぱいは永遠で生きるって言うじゃん。だから僕、鶴と亀は飼わないもん。そう。だってさ、自分が死んだ後とかにさ、一人生き残ったらかわいそうでしょ？ペットがさ。でもそういうケースもね、なくはないかもだけど、基本的な寿命で考えてね。最後どうした？え？え、みんな知らないの？え、待って、名言生まれて、え、違う、これ僕、知らないのみんな。鶴は千年、亀は万年、おっぱいだけは永遠だから、寄せて寄せて、上げて上げて、それ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 で、知らないの？おめえあいらさ、おっぱい好きとしてどうだ、おっぱい好きとして、え、知らないの？え、みんな YouTube でおっぱいとか調べないわけ？終わってますね、あんたたちは。そんなんでさ、なんかおっぱいについてさ、語ったりとかさ、考えたりとかしてるのね、ダメだよ。おっぱいの曲あるんだよ、曲がさ。おっぱいの曲あんの。いや、ローカルとかじゃないから、有名だって、おっぱいすごいでかいっていうのがあんの。え、歌ってみた、出したろかおめえらじゃん、そしたら。みんなが知らねえんだったら出したろか、OK もらえたら。運営さんに OK もらえたら。最近ね、ちょっとね、セクシー系厳しいから、その